回は山の奥地で渓流釣りをして車中泊キャンプをやろうと思います。天気予報ではね、今日は雨が上がってきて明日は晴れるという予報だったんですけど、今のところね雨降ってますわ。今走ってる道の脇にある川もかなりね増水してそうなんで、今回向かっていく林道の奥の源流の方はどうなっているかっていうのはちょっと行ってみないとわからない状態です。まあ久しぶりにね丸々2日休み取れたんで、あいにくの天気なんですけど、ゆっくりとアウトドアを楽しみたいなと思います。相変わらず雨は降ってるんですけど、まあ、目的地近くまで来まして、こちらのお店でですね、アマゴの観察を買っていきます。いやーこんな予報じゃなかったんけどな、こちらですね、アマゴの年券購入しました。まあ、お店の方の情報によると、まあ、本流はねもうこんだけ濁ってるんで厳しいんですけど、支流に行けばまあ明日あたり可能性はあるかなっていう話だったんで、ただまあ途中の林道がねかなり荒れているんじゃないかという話なんで、ちょっとねその辺心配なんですけど、まあとりあえずね向かっていきます。はい、林道入り口に到着しました。この林道は雨上がりに結構土砂崩れがあってたびたび通行止めになっているので、今雨はほぼ止んでるんですけど、慎重にね走っていきたいと思います。林道に入ってまだすぐなんですけども、今のところね大きな道のあれはないですね。もともとそれほど交通量の多い道じゃないんで、あこれも割と新しい落石じゃないかな、これ嫌やな。ギリ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 行けましたわ。ちょっとこれは幸先がいいですね。もともとねここは路面それほどいい林道じゃないんで、前にもねエブリィで確かここに野営しに行こうと思ったら土砂崩れで通行止めだったという苦い思い出があるんですけど、ちょっと今日もこれは怪しい雰囲気ですね。ちょっとかなりねこの辺も水量が多くて水も濁ってる感じですね。道も結構荒れてきました。いやー本当にね道が荒れてますわ。このね下の川も増水してねえらいことになってますわ。あーちょっとこれはどうかな。なんとも言えやん落石が。どうしよう。ちょっとね、なんとかなりそうなぐらいの大きさの落石がありました。いやなんとかなるかな。このミニスコップじゃ無理かな。これでもね、ここから引き返すのもね、Uターンするポイントないんで、ちょっと厳しいですけどね。ああ無理や、絶対無理やわ。ちょっと動くな。ちょっと動くけど、ちょっとこのスコップじゃね無理か。ギリギリいけそうな気もしないでもないですけどね。またねこの落石通り抜けできなくても、こっちが戻るのもね Uターンする道幅がないんで、
もうこれはね大変ですわ。ちょっと行ってみよう。なんとか行けましたわ。ギリギリや。いやなんとか行けましたけどね、本当にギリギリでしたわ。あーしんど。まあでもねちょっとこの調子じゃこの先も怪しいですね。かなりもう時間もね1時なんですけど、腹減ってますけど、ちょっとね落ち着いて食べる気になれないですね。木の枝が今車体の下に太い木の枝が絡まってました。結構ね精神が削られますね。いやーどうしようかな。必死になってねなんとか運転してるんですけど、いつの間にか美保走路に入ってきました。ここはね美保走路になってからしばらく走ればちょっと開けたポイントがあると思うので、なんとかねそこまでたどり着けたらとりあえず昼飯食いますわ。いやもう本当にねこれ精神が削られますわ。こうやって荒れた美保走路を走っているとこのちょい上げのエブリー安心感ありますね。それほどね大きくない落石であれば道の真ん中に転がっていてもねそのまま走っていけますね。ただまあ天井の方はね枝こすりまくってますわ。ちょっとこの美保走路に入ってからは道の荒れ具合もマシですね。まだちょっと小雨降ってるのが気になるんですけどね。あーもみじのカーテンが、もうこれぐらいやったらこのまま行くか。この辺もまた落石多いな。いややな。いやーくわ。もうちょっとで到着するはずなんですけども、果たしてたどり着くことはできるのであろうか。ちょっとね当てにしてた野営地がですね増水気味なんで、ちょっとね場所変えようかなとか思っているんですけど、それにしてもねこの雨もねずっと降り続いているのが気になりますよね。いやーマジでどうしようかな。このままね林道進んでいくと反対側のね村の集落に抜けるんですけどね、まあ一回この林道から出た方がいいかもしれないですね。この雨が続いてるようなんで。今ね時間が1時半なんですけど、昼には雨が上がって晴れてくるという予報は一体どうなったんでしょうか。しとしとと雨が降り続いております。淵もいつもならずっとね川登って釣り歩いていけるんですけど、ちょっとねこの水量じゃ危ないですね。1時48分ということでもう2時前ですわ。10時過ぎに出てきたんで、11、12、1、2、4時間ほど経過してますね。とりあえずね弁当食いますわ。弁当、いやもうなんか精神的に疲れたな。まだ何にもしてないけど。それじゃあおにぎり弁当いただきます。あー疲れたなほんまに。お弁当のおにぎりセット完食しました。もうねちょっと精神的に参ってたんで気づいてなかったんですけど、めちゃくちゃお腹減ってたみたいですごい美味しかったです。ごちそうさまでした。
さっきもちょっと見に行ったんですけど、河原に降りれるポイントでちょっと野営をしようと思ってたんで、もう一回ね見に行ってみます。はい、ですね、この下の河原に降りていけるんですけど、ちょっとね分かりますかね、今これエブリここ坂道になってまして、河原へ降りる道がちょっとねお尻坂の方に入ってるんですけど、この下側に行くに従って坂道も急になるんですけど、正直ねこのエブリーのオープンデフのスタンバイ4駆だとちょっとねスタックする可能性がかなり高いなと思って、さっきちょっとね入ってみたんですけど、坂の中間ぐらいなんですけどね、ここから発進するときにもうすでにねこんだけスリップしてました。なのでこの下側に行くともっと急でね、ちょっとこの地面もね砂利が柔らかくなってくるんで、これね行ったら帰れなくなるかなと思って、エブリーで、まあ、しかも単独なんでちょっとねここは無理できないですね。ちょっとねもう帰りたくなってきましたわどうしようかな。釣りに関してはね年券買ってるんで、またね改めて出直すことはできるんで、ちょっとねこの先抜けれるかどうかわからないんですけど、釣りもねなかなか厳しそうですし、まだ雨も降り続いてるので、一旦ここの林道は抜けようかなと思います。こちらの林道も川沿いのゾーンを抜けて、ここからずっと上りが続いていきます。まだ前半に比べるとこっちもね今のところ走りやすいですね。とりあえずね、野営地に到着したんで、まずね、この時期にやることは、蚊取り線香ですね。もう5月なんでね、一応これをつけときましょう。この林道の通り抜けが、確認できましたんで、ここで車中泊キャンプをやろうと思います。なんとかね、雨は上がってくれたんですけどね、もう3時半です。今日はねもうほとんど運転しっぱなしだったんで、もう疲れたんでね、釣りはもう明日にする予定にして、ちょっとねここでゆっくりしようかなと思います。車がねもう林道を走ってきたんでドロドロですわ。枝もね当たりまくってたんでちょっと傷だらけな気がしますけども、車内はねこんな感じですね。いつもの車中泊用のこの30センチほどの幅の棚と、ですね、この辺に車中泊キャンプなので、一応キャンプ道具とかもいろいろ積んできました。ちょっとね、いつもより荷物は多いような感じです。釣り用のタックルはですね、この天井ラックのロッドホルダー使ってます。もうね、すでにルアーもセットしてます。まあ、残念ながらね、今日はできなかったんですけど、こんな感じですぐに釣りもできるようにしてます。今回のカーサイドタープはこういう感じで設営してみました。横幅はエブリーの車体いっぱいいっぱいの220ですね。そしてこの長辺が280なんですけども、そのちょうどこの真ん中の部分のハトメにですねポールをちょっと低めにして立ててます。そして今回のタープの特徴としては、このポールを1段2段下げてだいたい140センチぐらいしてます。長辺が280の、半分なので、140で、こちらの端も140、そしてこのポールも約140にセットしました。今日は結構変わりやすそうな天気だったので、雨のね横からの吹き込みを抑えるために、こちらはですねショックコードを使って直接ペグダウンしてます。このショックコードを使うことで風が吹いた時でも結構タープのバタつきは抑えてくれます。こんな感じですね。ちょっとね今回は
ポールの高さを低くしたので若干このタープの下が窮屈になるんですけど、あんまりねこのタープの下で立って過ごすこともないので、このような形で今回は張ってみました。この上側とこっちの側面に関しては視線や風よけになってます。風向きにもよるんですけど、こうやってね横殴りの雨もねこれである程度防げると思います。この張り方はねなかなか守られてる感があって、これはこれで使えそうですね。まあタープの全体像としてはこんな感じですね。こちらのね赤スームのタープは以前動画でも紹介してるんですけど、本当にねいろんなバリエーションで設営できるのですごくおすすめです。はい、そしてですね今日はねちょっと外で開放的に過ごそうと思って、こちらはヘリノックスのチェアと、これは昔に買ったねコールマンのアルミ折りたたみテーブルです。そして道具を入れたボックスに、今ちょっとタープの下に、こちらのねヒマラヤのベンチですね。結構今日もね地面ぬかるんでるんで、直接地べたに置きたくない時とかは、このベンチを使って、この上にクーラーバッグと、こちら食料を入れたバスケット、そしてですねこちらがですね、水です。これ向こうにウォータータンク別途用意してるんですけど、キャプテンスタッグの5リットルのものを持ってきたので、もしね水が足りなかった場合ちょっと確保するのができるかどうかわからないかったので、一応ね予備でこれ4リッターだったと思うんですけども持ってきました。このね結構ウォータータンクもなかなかかっこいいですね。こちらはですねこれね以前ブログで紹介したような気がするんですけども、みずほ工業だったかなの、日本製のウォータータンクです。またねブログのリンクも貼っておきますので、よかったら見てみてください。確かね値段もねすごく安かったと思うんですけどね、このみずほさんの、ウォータータンクシリーズは結構おすすめです。車内の方はですね、こちらの車中泊用の棚ですね。これもね車中泊の時はもうこの棚幅が狭いんですけども、あった方がかなり便利なので、もう今日もね簡単に設置できるのでこれも取り付けてきました。そして、アキレスのマットレスですね。これはもう本当にすごく寝心地が良くておすすめなんですけども、はい、今日は寝袋とか、防寒用のウェアとか、置いてます。ロッドホルダーですね、天井にロッドを積載してます。簡単にセットできるカーサイドタープと比較的コンパクトな道具を用意してきました。まあ、これだけね、テーブルとか椅子でボックスにちょっとクーラーバッグとかね食料は置いてるんですけども、まあ、全体的にね、荷物は少なくしてます。今回は渓流釣りをメインの目的として、このキャンプはその手段として考えてますので、できるだけね簡単に設営撤収できるように考えてきました。はい、とまあねこういう感じで今日の車中泊キャンプをやっていきます。ちょうどねこうやって腰掛けて目の前がね空が開けてねすごく気持ちいいですね。かなり曇ってますけどね。はい、ですね今日はこちらのソニーのタンパラジオを持ってきました。携帯の電波が届かないので、これでも聞いて過ごそうと思います。まだ夕方なんですけどね、結構寒くなってきたんでね、今のうちに焚き木集めやっときますわ。まあ、この感じやとね夜はかなり冷えそうなんで、時間が5時ですね。ちょっと落ち着いてきましたんで、ここらで一杯いただきたいと思います。今日は黒ラベル、よし。いやーほんまに今日は神経疲れましたわ。今もねまだ空は曇っていて雨が降り出しそうな雰囲気もあるんですけど、もうちょっとねこれ飲んでここでゆっくりしたいと思います。この大自然に乾杯。あうまい。あじゃがりこもいただきましょう。予定ではもう早々とね渓流について釣りをして、
で車中泊をするっていうはずだったんですけど、やっぱりこういう管理されてないもう自然の中に入ってくると、その時の状況でもうどうなるかっていうのは予想できないですね。まあとにかくね、なんとか落ち着ける場所は確保できたんで良かったです。この先の林道が抜けれることは確認できたんで、今日はこのまま雨が降らなかったら明日もね大丈夫だと思います。せっかくこんな山奥まで来たんで、明日はなんとか釣りしたいですね。まあとにかくね、ここでまずは体と心をね回復しないといけないですね。なんとかね青空が見えてきましたね。いやー、やっぱり気持ちいいっすね青空は。ですね、時間がもう6時を回ってます。外の気温がですね15度ですね。ただこの15度って数字以上に結構この辺冷えてます。今日はねこうやって夜冷えると思ったんで、鍋にしました。濃厚白湯スープですね。スーパーに行ったんですけど、鍋の素がねもうやっぱり冬に比べるとかなり種類減ってました。本当はちょっと濃いめの味の豚しゃぶでもやろうかなと思ってたんですけど、食材はカット野菜なんですけど、あとこんな感じでエリンギも買ってきたのでカットして用意していきましょう。こんな感じでね、ちょっと豆腐からまずいただいていこうと思います。だいぶね辺りも暗くなってきましたね。寒さはねちょっと慣れてきましたわ。はい、しっかりとね煮込みまして、こんな感じでね、なんかこの色味のない感じなんですけど、豆腐できたのでいただいてみます。木綿を買ったつもりだったんですけどね、間違って絹ごしを買ってしまったのでツルツルですわ。いただきます。あかっあっくああくあっくあっついけどうまい。あーこれねちょっと焼酎黒霧島入れてるんで、いただきます。合うね、美味しいです。スープもちょっと分量より多めに入れたんで味が濃くて美味しいです。体もね温まりますわ。これ絹ごしが取りにくい、やばいどっかに行ってしまった。絹ごし絹ごし、ビールも2本目いただきます。鍋でね体ぬくもってきたんで、このおビールもね美味しいと思います。あー間違いない。もうね今日は4月の30で、明日から5月なんですけどね、本当に山の夜はかなり冷えますね。鍋物にして正解ですわ。こちらですね、豚しゃぶ、これをいただきます。湧き上がった鶏白湯スープでしゃぶしゃぶやっていきましょう。そしたらねこの豚しゃぶいただきます。うん、なんと柔らかい、美味しいです。ガンガンいけそう。濃いめのスープがよく染みてねうまいですわ。よし、いただきます。うまい。その後もね餅やら豚やらを追加して鍋の方をいただいてます。外気温がね13度ぐらいと先ほどより下がってるんですけど、やっぱりねお鍋食べてるんで結構体は温まってます。このねビールも美味しいです。時間は8時を回りました。だいぶねお腹も満足したんですけども、気温がね12度ぐらいと結構冷えてきたんで、少し焚き火をやって遊びたいと思います。1時はねもう帰ろうかなと思ったんですけど、まあキャンプねしっかり楽しめてます。焚き火で暖を取りながらねぼちぼち焼酎でもいただきます。今焚き火の暖に当たりながら焼酎飲んでるんですけど、
やっぱりね、焚き火をするとだいぶあったかいですね。気温はね、12度と結構冷えてるので、焼酎のお湯割りも美味しいです。こういう寒暖差のある時期でも、車中泊の場合、車内に入ってしまえばね、雨風もしのげますし、ある程度寒さもしのげるので、すごい楽ですね。こうやってね、車内でね、釣り道具なんかを触っていると、お気に入りの道具に囲まれてお酒を飲んで過ごすという、すごく楽しいですね。今日のデザートはですね、こちらでございます。ちゃんとプチティラミスということでね、前回のね、モンブランはちょっと夜中にヘビーすぎたんで、今回はプチティラミスということなんでね、プチサイズのティラミスです。久しぶりにティラミス食べましたけど、美味しいですね。一度ね、この快適な車内に慣れてしまうと、外に出るのはね、ちょっと怖いです。いやー、やっぱりね、外はかなり不気味です。いやー、怖っ。さっさと歯磨きして寝よう。外気温が、10.9 度、車内が 15.8 度ということですね。今日はね、こちらのイスカの薄手のダウンシュラフを持ってきました。先週ね、車中泊行った時に、この車内に積載しているスナッグパックのね、ジャングルブランケットだとちょっとね、足元寒かったんで、今日はもうね、しっかりとダウンシュラフ持ってきました。まあでもこれもね、薄手なので、これで寒かったら、ジャングルブランケットの方もかけて寝ようと思います。今日はかなりね、いろいろあって疲れましたんで、ゆっくり休みたいと思います。それではおやすみなさい。時間がですね、5時47分8分ですね。ちょっとね、初めての親父だったんで心配だったんですけども、よく眠れました。今の気温がですね、外気温が 6.9 度、やっぱりね、10度下回ってきましたね。朝飯ではないんですけど、こちらとこちらでね、炊き込みご飯を作って、釣りの時にね、持っていこうと思ってます。お弁当ですね。ダイソーメスティンでほったらかし炊飯です。もう米はね、あらかじめ洗って水につけてますので、すぐに炊けます。はい。じゃあこれでね、ほったらかして、コーヒーでも飲みます。はい、撤収も完了したんで釣り場の方に向かっていきます。時間がですね、7時9分ですね。やっぱりね、現地で車中泊できたらすぐね、遊びに繰り出せるので、なかなかいいですね。まずはね、こちらのプラグ、スミスのジェイドから、これで使っていきましょう。今日はもうほぼこれ一本でいくかなと思います。よし。うわー、チェイスしてそこにおるがな。くそー、もう一回行くかな。食えへんな。今ね、チェイスしてきたんすけどね。やったー、よっしゃー。ちょっとね、小ぶりなんですけども、10センチちょっとぐらいですかね、アマゴ無事ゲットできました。ね、ヒットルアーはね、やっぱりこれいいですね。スミスのジェイドです。これね、メバル用のプラグなんですけど、すごい反応良かったですわ。ちょっとこのままね、もうちょっとやってみたいと思います。とりあえずアマゴちゃんはリリースしましょう。よいしょ。これ、
さようなら。やったー。わあ、またチェイスしてるな。チェイスあるね。ここいいね。ちょっと打ってみましょうか。ほい。あ、チェイスしてる、チェイスしてる。あー、くそ。チェイスはあるけどね。あ、あー、最悪や。こんなところでちょっと回収しようか。これ以上深いところはいけない。なかなかてんやわんやしてますけどね。アドベンチャー感あって面白いですね。あの縁ちょっと狙いたいとこっすね。ちょっと回り込んでいくか。弁当食います。よし、弁当はねこんな感じでどうでしょうか。パカッと、これねネギ振りかけてね、焼き鳥の缶詰で作った炊き込みご飯でございます。いただきます。はい、うんうん、おいしい、おいしい。これねご飯 0.5 合なんですけど、ダイソーのメスティンだとちょうどいいっすね。うん、お米の硬さもねちょうどいいですわ。いや美味しい。で簡単にできましたしね、うまいですわ。ちょっと向こうにねさっき入った川あるんですけど、こうやって外の景色見ながら食う弁当は最高っすね。美味しいです。今日みたいにね天気良かったらこんな林道走っててもすごい気持ちいいですね。昨日はね本当にどうなるかと思ったんですけどね、なんとか無事に野営して釣りもできましたね。まだ時間は9時半なんで、ちょっとねポイント移動してもうちょっと釣りをやります。結局ねポイント回ったんですけど、その後続かずね、もう時間も10時過ぎなんでぼちぼち納棺しようと思います。まあでも今日はね天気も良くて沢歩きもすごい気持ちよかったですね。アマゴもね1匹だったんですけども釣れて良かったです。はい、というわけで今回はエブリィで林道を走って車中泊キャンプをやり、源流でアマゴ釣りをするという2日間しっかり楽しむことができました。こういう遊びをしたくてこのエブリィも今の仕様にカスタムしてきたんで、やりたかったことを一つ達成できて満足しました。またのんびりとしたキャンプもやりたいですし、今回のようにキャンプと他のアクティビティを掛け合わせた遊びもまたやっていこうと思います。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。コナログアウトドアでした。さようなら。